全然使ってなかったけど、聖剣好き、聖剣好き。おお、じゃあ見破るマテリアの皆さんありがとうございます。まあほぼほぼリミットで決めたっていうことで、聖剣好きとリミットで。おう、千葉茂様、待て待てー。余裕のよっちゃんや、ナイスナイス。千葉さん待てー。レンチあった？マジ？お、あ、ナナキ、ナナキレッドサーティーン。うわー、出るんだ今回レッドサーティーン。こんな後半で、そうだね、でもここだよね。あー、ナナキクラウドとレッドサーティーン、2台最初に出た時とキャラが後半全然違ってるでしょう。エアリス久しぶり、嬉しい。感謝するよ、君たちのおかげで有益な戦闘データが取れた。どこにいんの千葉さん。随分と余裕じゃねえか。データから算出した結果、この人数で十分に対応できるということなんでね。なめられたもんだぜ。嬉しい、レッドサーティーン、やばい。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら、彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か、彼女は君の所有物なのか。マネーを使って落ちたからだろうが。言い方で返してくる人やだ。限界の相違だな。ああ、君たちには分からないだろうが、ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。実験体？慎重にやってくれよ。縦部隊の人たちを先に落ち着いていけ。縦部隊の人にファイラー、縦持ってる人やきはら攻めてこ。じゃあね。人間に向かってこれえげつないことしてるよ。ティファさんもまあまあ頼られちゃうな。燃やす。エラゾーマ。おお。楽勝っすよ。計算を間違えたみたいだな。未知の要因があるのか。まあいい。増援は手配済みだ。残念だな。間に合わない。ジェノバの曲も聴きたいんだけどな。ああ。ああ。何思い出したの？お前はソルジャーでは。あ、やめて、やめて、言わないで、恥ずかしい。言わないで、矛盾してることを言わないで。指摘しないで。おー、これに触られるんだ。どうなってる？これは何なの？バレット。分かったよ、下がってろ。うわ、あ、開くんだ、うまい、開けんの。ナナキ来てくれたんだ。あ、危なかった、ヤリス、レッドサーティンとなんかされるとこだったんだわ。おお、ガンダム、どんどん違うゲームになる。どんどん違うゲームになる。これは見破ろうか。燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ、ガンダム。だよね、サンダーだよね。これはクラウドかな。しゃあ持ってきた。もう惜しまないもんね。ケチはやめる。絶対使った方が得だもの。おお、テンパって、あ、
あーだだ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 バッテリーを付け替えた時に穴が減ってたのか。フェニオをクラウドにこっちに引き付けといて、ちょっと待って、羽生結弦君がスイスイ滑ってる。で今、あーケアルラグ MTMP がない。クラウド、クラウド、うわー、あーお腹痛い。もう羽生君止まって、待って、ティファ、ベホイミ、やばいやばいやばい、ちょっとクラウドデザオリック、待って待って、おい、バレット、あー心臓止まるかと思った。はあ、うわぁ、でもこいつだったら、あーなんてこと、トリプルアクセルされた。MP が足りない。おお倒した。あー焦った。ローラーヒーロー、ムテキング。エアリス大丈夫？うん、ありがとう、よかった。ここにちゃんと女子の本当の友情はあった。もっとクラウドのことがあるからピリついてるかと思ってたけど、そんなことなかった。レッドサーティン好き、大好き、めっちゃパーティーに入れてる。レッドサーフェインとユフィの2人と冒険するの好きだもんな。あーユフィとヴィンセントも出てきて。なんだあれや、行かなきゃ。エアリス、どうなってる。エアリスはセトラで、レッドサーティーンのお父さんは瀬戸、名前似てるよねって思ってた。そこは名前かぶりは気にしないのか。雰囲気勝負ってことで。うわー尻尾に火がついてるから、もはやあれはほぼ人影だ。待って、人影、人影、炎ポケモンは捨てられたりとかしてかわいそうな目に遭いがち。うわーかっこいい。最終決戦の時にレッドサーティーン、尻尾がちぎれそうだって言うんだよね。セフィロス様と戦う時。この子は大丈夫。お、魔物使いに転職しました。剣士リアル。しゃがんだ方がいいんじゃない？エアリス。猫とか犬とかってしゃがんだ方が。何これ、何この演出。ゴロゴロ、ゲレゲレ、あなたゲレゲレだったのね。ビアンカのリボン、エアリスのリボンつけよう。何なんだよこいつ。キラーパンサーです。全然喋んないな。興味深い問いだ。喋った、喋った。おお、私とは何か。声かっこいい。見てみ、曲かっこいい。という生き物としか答えられない。曲かっこいい。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。うわー、え待って、なんか曲聴いたら涙出てきちゃった。FF7 好き。かっこいい。レッドサーティーンで泣くとか意味わかんないんだけど。レッドサーティーン、北条がつけた型式番号だ。山口勝平さん、かっこいい。の名前はなんていうの。レッドサーティーン、山口勝平さん。逃げられたか。せやかって工藤。あの野郎泣ける。追いかけるか。
ッシュあります？あったあった。いやーなんかもう何が金銭で刺さるかわからん。もうててしかもイントロのリバあのリバースだったのに、ね、イントロだけで泣くとかもう意味わからん。バロー、いやー本当に F7 やってんだなっていうのがまた何度目かの波が襲ってきたんだわ今多分。FF7 好き、やっぱ人生を揺るがしたゲームは半端じゃないよ。どうしたどうした、クラウド、セフィロス様の妄想が出てくる感じかこれは。うわ今セーブできないな。1万6000個の FF7 を愛する脳みそが同じ方向を向いている。過去最高記録だ。みんな朝の4時まで突っ走るぞ。おう、うあうあかあ、またやつらが来たよ。全然進めない、でもないよこのゲーム。チェーンの場、イヤホンで聞くわ。うわ黒、うわ黒黒、倒れた。ティファ&エアリス、いい。ハモリーヌ出た。ワイの敵ゾンとルード、レノはかっこいいから許す。ダメージレノいいね。絆創膏剥がしたい。怪我の治療を優先したらどうだ。ハーフアップだったんだ髪型ゾン。でもよこのグローブ、7番街は放っておくのか。昔の特撮ヒーローみたいな。我々に何ができる。そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。やけくそでバンってやったくせに。自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか。あの頃の当時よりもルードにムカついてっからね。無理だぞっと。かっこいい。うん、レノはかっこいいから許す。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。何言ってんだよ。はあ？使うばかりでなく時には返してやらないとな。本気で言っているのか。サイコパス。さあな。ああ、すごい、インクに万年筆ペン。はい了解しました。ほくろ縦長っすね。副社長がお呼びだ。あールーファウスかっこいいからしょうがない。ルーファウスプレジデントも若い時イケメンだったんだろうか。あ、17まで来た。もう終わっちゃうよ、もうすぐ。17の後半で終わりだもんね。